トランスフォーマーカーロボット、トランスフォーマーカーロボット、トランフォーマーズ、カーロバーツは、トランスフォーマーシリーズのアニメ作品。2000年4月5日から12月27日まで、テレビ、東京系列で放送。米国では2001年9月8日から2002年3月23日まで、フォックス放送内のフォックスキッズで放送。全39話。本作は、 ビーストウォーズから続く日本版第2期テレビシリーズの5作目にして最終作。前作ビーストウォーズメタルスまでとは異なり、ビークルに変形するなど原点回帰がなされている。日本国内でデジタルアニメとして制作され、後に海外でも放送された。車モチーフになった理由に関しては、玩ング展開を参照、口実、ストーリー全体は、 コメディ色が強く、国内展開におけるガングナンバーが、サイバトロン、一部のデストロンガーの、核ビークルのナンバーに採用されている。舞台は2000年の地球。パレードに湧くニューヨーク市民の眼前で、高層ビルを打ち抜き現れたのは、デストロンガー首領、ギガトロンと彼が率いる軍勢だった。そこに立ち塞がったのは、次元パトロール隊の司令官、ファイアーコンボイ。 この日を境に、地球は、サイバトロン対デストロンガーの戦乱の渦に巻き込まれて、行くことになる。全長、重量などのデータは、軽分射観光、トランスフォーマーカーロボット大百科、小学館観光、ヒーロー超百科、銃、トランスフォーマーカーロボット全戦士バトル百科。ないより、正式名称は、次元パトロール隊。その詳細について、 劇中で触れられることはなかったが、未来のサイバトロン戦士であるという設定が後に付加されている。基本的にナンバー2が存在せず、状況に応じて召集されたチームのリーダー格が、ファイヤーコンボイの指揮下に入る。終始一貫して、主戦力として活躍し、後に、ゴッドマグナスのエネルゴンマトリクスの力の影響で、S、スーパーカーロボ3兄弟への強化変身が可能と、 なった。それぞれ英法を身につけてはいるものの体が重すぎるために泳ぐことができない。地球の車に偽装して偵察活動をする忍者部隊。玩ングはトランスフォーマー G-2 において発売されていたゴーボッツ、ゴーボッツの使用変更品である。ブリスターでの発売のほか、6体でセット販売 C-011 もあった。後にスパイチェンジャー9時で 強化形態のスーパースパイチェンジャーが発売された。なお、名前は50音順になっている。新幹線に変形する電車型トランスフォーマー3名からなるチーム。3体合体することで、大型トランスフォーマー3体合体公安官 JRX、JRX JR となる。普段は新幹線の先頭車両に偽装しているが、出動する際は乗客が乗っている場合でも、 後部車両を切り離して出動する JRX に合体するほか新幹線状態で連結するグレート30連によりさらにスピーアップが可能メンバーは2名のみ劇中ではそれぞれ単独行動しておりチームとしての描写はないが便宜上まとめて扱う建設車両に変形するトランスフォーマー4名で構成されたチーム 地球に先行部隊として送られ、サイバトロンネットの拡大工事を行っていた。4体がトルネード合体することで、大型トランスフォーマー、鋼鉄大王、ビルドキング、ランドフィルとなる。玩ングなどでは、デストロンの急進派という設定。未来のデストロンのエリート集団であり、過去の世界にやってきたという設定が後に付加された。 当初はメタルビースト軍団のみで構成されていたが、中盤から軍事兵器に変形するコンバットロンが加わることになる。エンブレムもメタルビースト軍団がビーストウォーズのデストロンのものをそのまま受け継いだのに、対しコンバットロンは G-2 におけるサイバトロンのエンブレムを逆さにしたものを使ってを2種類に分かれている。デストロンガーの目的は、 究極のパワー獲得にあるとされ、エネルギー強奪に終始するかと思えば、ダムを破壊し人類を恐怖させようとするなど、本人たち曰く、確固たる目標がないまま地球に来たがゆえに制裁を、革命がある。メタルボディのビーストに変形するトランスフォーマー。キガトロンには忠実で、キガトロンの代わりに出撃する機会が多かった。そのため、 様々な戦場で彼らの姿を見ることになる。玩具カタログでは、ゲルシャーク以外の三名を、メタルビースト三兄弟と呼称しており、アニメでは、そのような描写はないが、ゲルシャークが、他の三名のことを、ゲルシャーク軍団と呼んで、部下呼気しているシーンはしばしば見られた。カーロボ三兄弟と違って全員泳ぐことができる。ブラックコンボイや、コンバットロンが参戦した以降は戦場における。 主導権を争った。サイバトロンのトランスフォームに対してビーストウォーズの伝統である変身ビーストモードの掛け声で変形する。もともとは海外で発売されたビーストウォーズメタルスのガングシリーズで登場したトランスメタルス2の塗装などを変更したもの。ブラックコンボイ率いる洗脳された太古のサイバトロン選手たちで構成されたチーム。メンバー全員が ギガトロンによって悪のスパークを注入されたことで凶悪な兵士と化してしまった。最初はドルレーラーがリーダーであったが対立していたブラックコンボイにドルレーラーが敗れてからはブラックコンボイが指揮官となりドルレーラーを含む全員が彼に忠実な部下とな後にブラックコンボイ主導で全員がギガトロンに造反を起こしたが結局失敗に終わった結果全員が、 キガトロンの怒りを買って、再プログラミングを受け、キガトロンのみならず、ゲルシャークにも忠実な部下となった。玩ングは、戦え。超ロボット生命体トランスフォーマー及び、トランスフォーマー G-2 に登場した、コンバットロン合体兵士ブルューティカスの仕様変更品。作中では洗脳される前は、サイバトロン戦士だったという設定なので、エンブレムは、 g にサイバトロンのエンブレムを逆さにしたものである。玩ングの付属カードではメンバー全員が風呂好きという設定がなされている。玩ングの開発を担当した小林博則によると会議で当時ビーストウォーズシリーズで動物はやりきった雰囲気があったためそろそろ車のトランスフォーマーの方が新鮮に感じるんじゃないかという意見が出てきた。そのためリサーチとして 子供に日本未発売のビーストウォーズ商品と勇者シリーズなどの商品を見せてどちらが人気があるかを調査。その結果、車や電車の変形ロボットの受けが良かったため車モチーフで行くことが決定した。司令官であるファイヤーコンボイはマーケティングを担当していた大野公認の進言によりトラックよりも人気のある消防車が選ばれた。 ファイヤーコンボイゴッドマグナスカーロボ3兄弟チーム新幹線ビルドマスターギガトロンは新規制作その他は過去に販売された商品の回収あるいは国内未発売のものが流用されたチーム新幹線は JR 東日本と JR 西日本から許諾を受け実在する新幹線をモデルに開発されており結果的にトランスフォーマーシリーズの玩具としては初めてライセンスを 取得しての発売となった。ビーストウォーズ時代に生まれた側変形の追求や、ボールジョイント関節を多用し、立体パズルにも等しいとも形容される、複雑な変形機構により、変形玩具としても、フルアクションフィギュアとしても高い評価を受けた製品が多数誕生した。一方で、変形の難しさがメインターゲットであるはずの子供に受け入れられず、以後トランスフォーマーは、 マイクロン伝説以降の変形の容易さを考慮する低年齢者向けシリーズとバイナルテックやマスターピースといった本シリーズの直径といえる高年齢者向けリーズに二極化され展開されていくこととなる。ガンムのパッケージの CG イラストの一部は篠原保元によるものである。以下は商品リスト。物語で直接関わることはないものの時系列的には ザムービー以前の G1 トランスフォーマーたちとファイヤーコンボイたちは同じ世界の別々の場所で活動している。デストロンガーは未来におけるデストロンのエリートで構成される集団であり、かつて太古にオラクル、プライマスによって創造され、地球に残されたブレイブマキシマスをダッシュセント2000年地球にタイムアープしてきたのである。ファイヤーコンボイたちも未来の世界のサイバトロンであり、 次元パトロール隊としての使命を果たすため、同じく2000年の地球へとタイムワープしてきてる。ブラックコンボイらが、プロトフォーム状態で眠っていた山が、初代の OP 終盤に登場した山に告示していたり、本作品の序盤で、初代コンボイに似た赤いトラックが登場したこともあった。30話で、ブラックコンボイの改装シーンにて、ビーストウォーズに登場したサイバトロンの、 探査用宇宙船アクサロンが登場している。また、2007年の地球を描いたトランスフォーマー・キスプレにもブレイブ・マキシマスが登場している。これらの設定はトランスフォーマー・キスプレの各作品を相互に保管するというコンセプトのもと、2007年発売された限定冊子の年表による保管であり、放送当時はどの作品とも関わりのない独立した世界の 出来事とされてきた。また、愛は、トランスフォーマービジュアルワークスと、トランスフォーマーソングマスターピースのボックスの裏面にて、ビーストウォーズ E のアルテミスと共演を果たしている。当初は日本のみで展開する予定だったが、海外での、ビーストウォーズリターンズ、ビーストマシーンズの人気不振を受け、米ハスブロ社は本来予定されていた、トランステック、 トランズテックトラフォーマーズと呼ばれるシリーズを中止し、代わりに本作の玩具とアニメをトラフォーマーズ、ロバーツ・イン・ディスカイズ、トランスフォーマー・ロボッツ・イン・ディスガイズ、通称 RID と題してアメリカに輸入した。それまでも日本版の玩具が塗装を変更するなどして発売されることはあったが、日本版アニメを米国にそのまま輸入するなどの展開を行ったのは、 初めてのことだった。結果として RID は、好評を博し、以後のシリーズの方向性を決定づけることになる。国内版とは多少仕様が変更された商品が多く、安全基準の関係から、ブレイブマキシマスは発売されなかった。なお、ロワーツインディスカイズという言葉は、米国で用いられたトランスフォーマーの初期のキャッチコピーで、あり、こちらも、 原点回帰を意識していることがわかる。本編には少ないものの CG が多く使用されていた。オープニングやエンディングには CG とセルガが混在していた。後のスーパーリンクで用いられているようないわゆるトゥーンレンダリンではなく、当時の技術ゆえにセルガと CG がはっきりと判別できた。オープニングではトランスフォーマーの変形シーンに CG が使用されていた。 また、チーム新幹線は、時期によって、セルガと CG で描かれていた時期がある。アイキャッチはすべて CG で、オープニングで使われたものと全く同じものが、使用された。エンディングでは、ファイヤーコンボイのビークルモード、ロボットモード、スーパーモードの顔のアップ以外は、セルガだった。セルガで描かれていたのは、カワロボ三兄弟のビークルモードと涙を流す愛、のみだった。 なお、本作の新番組予告にて、全番組であった、ビーストウォーズメタルス並びに、ビーストウォーズシリーズのサイバトロンたちへの、ファイヤーコンボイからのセリフがある。13.2635話は、総集編であり、既存の映像を背景にサイバトロンでストロンガーの、掛け合いによるものになっている。ふとじは放送されているエピソード。話数 A は制作当時の日本での放送順。 話数 B は米国での放送順。いずれもインターチャネルより発売。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。